小賀殿、叔父上の所在は丘の上でお待ちだ。道中小賀家のものでお守りして進ぜよ。痛み入ります。ハーンを待たせる気はありません。さようか。お働き伺いましたぞ。志村殿をお救いし、さらに無礼な槍川までまとめ上げたとか。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですな。クロード武士が全て討たれ、信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た。今こそそうしたまやかしは捨て去り、本来の掟に従うべき時が来たのでは。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。ハーンを撃つまではお待ちください。いかにも心得た。志村殿、おいご殿がお着きです。金、上におる。良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、ハーンには捕らえられて寝返るよう迫られました。ハーンと話したのか。捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みもそなたが耐えた苦しみもハーンに償わせてくれよ。ジン、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁にはそなたはわしの跡継ぎとなる。クロードではなく武士として。ありがたく存じます、叔父上。今日は叔父と甥として戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で測りやすく組みしやすい。だがクロードは底知れぬ、故に手強く恐ろしい。理は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。ハーンを討ち取りましょう、共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥンハーンを討ち取り、我が城を取り戻し、蒙古どもを対馬から打ち払う。志村殿に続け。進め。皆殺しだ。おじけ
しよ必殺。Ready?
め。高い、お前が先駆けを務めろ。奇策があるやもしれん。酒井殿、道を開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。どうしよう、どうしよう。あの矢倉、このままでは進めない。酒井、お前が策を練れ。あの兵器を壊すのだ。武士らしく。わしはここに留まり、矢面に立つ。私も行くよ。離れるな。おのおの留まれ。行け、酒井。槍を奪え。
せろ。皆殺しだ。新手が橋の方に向かってる。承知した。恐怖を味方にしたから敵を倒せた。志村様は間違ってる。考え方を改めねば。死者は増える一方だ。この戦ができたのもあんたが動いたからだ。志村様じゃないよ。始まったばかりだがな。道は開けた。押し進め。陣を組め。行け。橋まで進むぞ。おのおの橋へ進め。島を守れ。島を守るぞ。猛攻を海へ押し戻せ。一人も残すな。橋を見ろ。敵が引いておる。ハーンが敗走を許すなど、何か妙です。行かせた。あれじゃ犬死ねだ。戦場で死ぬは誉れよ。精鋭を集めろ。橋を修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。
だから言ったのだ。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。蒙古は守りに入った。一息に攻めれば明日にも戦は終わろう。大勢が死にました。それが戦だ。守らねばならぬ命です。私があの橋を渡り毒で殺します。愚かな策だ。民を救うための策なのです。民を恐れさせるだけだ。その道を歩み続ければお前も獣になるぞ。誉れある戦いを忘れるな。誉れは浜で死にました。ハーンの首を取るために。怒りに任せおって。民を守るため全てを捨てたのです。果たして叔父上は何をなされた。陣、もう結構